中学生時代に何をしてたか、中学校時代どんなトレーニングをしてたか、普段のトレーニングになってたかなと思います。こんにちは、トントンです。少し前に上げた動画で、中学生時代に何をしてたかっていう動画を上げさせてもらいました。まあはっきり言ってトレーニングのこととか全く喋らなくて、どんぐらいいい反応があるんだろうと思ってたんですけど、意外と反応が良かったのと、もう少しどんなことをしてたか聞いてみたい、そのトレーニングの内容とかですね、そういうところを聞いてみたいっていう声があったんで、今日はですね、そのことについて、まあもうちょっと詳しくって言ってもそんなに中身はないんやけど、しゃべっていってみようと思います。はい。で、まあ今日話す内容、先ほども冒頭で言いましたが、中学校時代どんなトレーニングをしてたかっていうところです。まあ前回どんな生活をしてたかっていうか、どんな風に過ごしてたかっていうのは前に上げた動画を見てもらえれば、分かると思うんですけど、朝晩1時間ずつのローラーと、休みの日の、大山っていう山へのタイムトライアルですね。まあそれぐらいのことしかやってなかったなっていうのが、あとはまあ家で筋トレだったりとかはしてたんですけど、まあそれぐらいですね。あとは所属してた野球部の練習だったりとか、助っ人で呼ばれることの多かった陸上部の練習とかっていうのがほとんどの普段のトレーニングになってたかなと思います。で、多分見ていただいてる方が気になってるところは、じゃあローラーでどんなことをしてたかとか、そういう部分だと思うんですけど、基本ローラーでやってたことは、ケイデンスを意識して100回転とか110回転で1時間ただただローラーを漕ぐっていうことだけでした。はい。あとは最後の10分だけペースを上げるぐらいですかね。200回、120回転とかまで上げて、全力で踏み切るっていうことをやってた覚えがあります。それぐらいかな、ローラーでやってたトレーニングっていうのはでした。ただそれをまあ病気になった時とか骨折してた時以外は続けてたかなと思います。あとは筋トレとかですね、あの普通にあるような腕立てとか腹筋とかいうところですけど、やってはいたけどずっとやってるわけではなかったなーって今思えば思いますね。はい。逆にその辺ちゃんとやってれば高校時代もうちょっと楽できたのかなと思ったりもするんですけど、で上りの TT っていうのは毎回区間を決めてタイムを少しでも縮められるように、工夫して上がってました。まあ結論というか、今思ったら中学校時代一番でかかったことっていうのは、継続してちゃんとトレーニングをしてたっていうのが一番でかかったかなと思います。今はね、パラメーターだったりいろんなトレーニングの指標になるものがたくさんあるし、いろんな情報とかが手に入りやすい時代になったと思うんで、全然僕が自転車始めた中学校の頃だから12年ぐらい、13年とか14年前ぐらいと比べたら、もう全然やりやすいし効率のいいトレーニングができるようになっていると思います。ぜひですね、中学生の人とか高校生の人とかがこれを見てくれてる人がいたら、まあいろんな人に聞いたりとか、いろんないい自分に合ったやり方を見つけて、あとはちゃんと継続して毎日こう続けてトレーニングをやっていってもらえたらなと思います。はい。ためになったでしょうか。ということで、今日はまあ中学校時代どんなトレーニングをしてたかっていうところをもうちょっと掘り下げて喋ってみました。はい。じゃあまた。